妻と共に、フレディ・プリンゼ・ジュニアは、アメリカ合衆国の俳優。1990年代後半から2000年代前半における、活躍がよく知られており、ラストサマー及びその続編、シーズ・オール・ザット・スクービー・ルーシリーズが代表作となっており、フレンズにも出演したことがある。また、WWE のスマックダウンのライターだったことも、あった。妻は、 俳優のサラミシェル・ゲラー。父は、フレディ・プリンゼ・カリフォルニア州ロサンゼルスにて、不動産エージェントだったキャシー・エレーヌ・コクランと、プエルトリコとハンガリー系ユダヤ人の血を引く俳優、コメディアンだったフレディ・プリンゼの子として生まれた。父は1977年、自殺した。1999年のロサンゼルスタイムズとのインタビューで、自分の母親が、イングランド人。 アイルランド人、ネイティブアメリカンの血を引いていたことを話し、自分を数年間育ててくれた祖父母はまさに、イングランド人とアイルランド人だったと付け加えた。しかし2007年のインタビューで、自身の母親がイタリア系アメリカ人だったことを話した。また、ローマカトリック教徒に育てられ、プエルトリコの血を包括的に受け入れた。アルバカアーキで育ち、プエルトリコで夏を過ごし、 父方の祖母からスペインの文化とプエルトリコの文化を教わった。スペイン語とイタリア語が堪能。彼は幼い時から俳優業に興味を持ち、アルバカアーキのラクエイはハイスクールに通った。1994年に卒業した後、テレビ番組のオーディションのためロサンゼルスに移った。1995年、ABC のテレビシリーズファミリーマターズにゲスト出演、それから、 特番やテレビ映画に出演を続け、1996年、会いたくてで映画デビュー。それ以来、ティーン向け映画への出演が相次ぐ。ラストサマーとその続編であるラストサマー2でティーンの人気をさらい、ロマンティックコメディーシーズ・オール・ザットで主演を務める。この映画の興行収入成績はよく、アメリカ合衆国で6300万ドルの興行成績だった。 それから、ウィング・コマンダー、ダウン・ツー・ユー、理想の恋人を見つけるための7つのジンクス、恋に憧れイン・エ y ワイ、サマー・リーグと主演が相次いだが、批評家からの評判は良くなく、興行収入もあまり良くなかった。それでも2000年、ピープルの世界で最も美しい50人に選ばれた。2002年の実写版、スクービードと2004年に公開された、スクービードにモンスター・パニックで、 フレッド・ジョーンズを演じ、彼の妻サラミシェル・ゲラーもこの映画に出た。また、NBC のシットコム、フレンズで男のベビーシッターであるサンディを演じた。ABC のボストン・リーガルではデニー・クレーンのことされてきたドニー・クレーンを演じた。また、自身の生活を描いたシットコム・フレディがあったが、2006年5月に打ち切りになった。それでも、 その番組のクロスオーバーとしてザ・ジョージ・ロペス賞にゲスト出演した。2004年、彼は TV ラントから晩年の父親の代行として特別賞を受賞。彼は父のかつての共演者デラリースに対してアドバイスとサポートを続けてくれたことを感謝した。2006年、コンピュータアニメーション映画シャークベットでパイの声を当て、翌年、妻のゲラー。 ウォーレス・ショーン、アンディ・ディック、シガニー・ウィーバーラと共に共演したハッピリー・エヌ・エバー・アフターではリックを演じた。2009年3月、ABC のノー・ヒロックスで、ブラッドレイ、アルティメータムを演じることが発表されたが、実現しなかった。その報道があって、すぐ24、24、24- の第8シーズンに、シーズンレギュラーとなる CTU のエージェントとして、キャスティングされた。 WWE のファンとしてもよく知られており、2008年3月、WWE のレッスルマニア204のセレモニーの準備に参加し、ジョン・ヘニガンとザミズ司会のオンライン番組ザダートシートでは、カメオ出演を果たしたこともあり、ビュー、WWE のユニバースブログコミュニティに公式プロフィールを作り、WE での出来事を綴っていった。彼は、スマックダウンのために、 週刊ペーパービュー番組を配信するために、クリエイティブスタッフになり、団体との関係が緊密になった。そして2009年2月22日、プリンゼジュニアと団体がもとを分かったことが、報道された。1990年半ば、俳優のキンバリー・マッカローと3年以上付き合っていた。2002年9月1日メキシコのハリスコ州、プエルト・バジャルタで、 サラミシェル・ゲラーと結婚した。この二人は、ラストサマーの撮影以来、2000年から付き合い始め、2001年4月に婚約した。ゲラーは、シーズ・オール・ザットでカメオ出演を果たした。2007年、結婚5年目を記念して、ゲラーは名前をサラミシェル・プリンゼに変更した。2009年9月19日、女の子、シャーロット・グレースが誕生。趣味は、タップダンスと、 漫画本集め。アーセナル FC のファンで、東アジアの映画も好きである。ありがとうございます。